改めまして皆さんおはようございます,います、えー、オンラインで見てくださってる皆様もおはようございます,いますイエスのもたらした変革シリーズ今回86回目ということでイエスの宗教裁判というタイトルでお話をしてまいりますが、えー、皆さんあの藤本事件またの名を菊池事件というのを聞いたことがあるでしょうかこれはですね時は1951年 場所は熊本県菊池郡というところの小さな村で、えー、ある日、えー、この村役場の職員の家にダイナマイトが放り込まれましたと。で、軽傷を負ってしまいました。で、この被害者の方は、犯人は藤本松尾に違いないと言った。この藤本松尾というのは同じ村の人で、ハンセン病患者であるとして、えー、隔離施設に強制入所、えー させられようとしていたた人だったんですねでこのハンセン病というのは当時「大病」と呼ばれ非常に恐れられそして差別されていましたね。で、えっと、この村職員の,あの方は「俺がやつをハンセン病患者だ」というふうにこの通報したので逆恨みしたんだというふうに言ってそれでそのこの。 藤本さんが逮捕されて裁判にかけられて有罪になって刑務所に入れられたんですがえ刑務所からしばらくしてね脱走するんですねで山中に隠れるんですがその間にえ先ほどの村の職,人職員が今度は死体で発見されるんですねでこれはもう藤本がやったに違いないということで再逮捕されてえ隔離施設に入れられその施設内での,この非公開の 特別法廷というものの中で公正な調査も行われないまま死刑判決が下されるんですでこの、えー、裁判の中ではあの裁判官とか検察官とか弁護人は皆白い予防服を着て、えー、ゴム長靴ゴム手袋で証拠品を扱って長所も火箸でめくるという形で、まあ、非常にこの差別意識の強い、えー、形が、えー、現れていたとで 藤本さんは俺はやっていないということで容疑を否認したんだけれどもそして再、ね、審請求を幾度もしたんだけれどもすべて、えー、却下されて最初に捕まってから11年後の10 1962年に死刑が執行されました。 でその死刑になる前に、あの藤本さんがこういう手記を残しているんですけども、あすみません、これがね、その特別法廷の、これはの、その藤本事件ではないんですけれども、えー、こういうです、ね、菊池園というところで開かれた特別法廷の写真ですね、はいでえっと、この彼はです、ね、死刑の前にこういう手記を残していまして、私は再審願いが受理されて、無罪が証明されることを信じて疑わない。 私の来は感知している失われた10年の悲しみは帰らないが私は晴天白日のみとなったら故郷に帰って働くだろう幸薄かった母の追い先を幸せでうずめ娘の父であることを誇らしげに名乗ろうそんな日の到来を疑わない真実はいや暗闇に閉ざされてはならないのだからと書いてあるんですね。でえー、後になって 救援活動が広がってあの裁判は差別と偏見に満ちたそして十分な調査も行われなかった不正な裁判だったのではないかという運動になっていくわけですねそして長い戦いを経て今年2月 2>、はい、最近です今年2月、えー、熊本地裁で まあ6人の原告によるこの訴えが認められて、えー、その隔離施設内での特別法廷は憲法違反であったというその判決が出たんです、ね。あかかでね、あのー、つまり有罪にするための十分な証拠がなかったのに有罪になった冤罪の可能性があったと、ね、大きかったと冤罪というのは無実の人が間違って有罪になることを冤罪と言いますよね。 えー、つまりこの熊本地裁の今回の判決はかつての裁判を裁いたんだねあの特別法廷は不正であったというふうに後に来た別の裁判が過去の裁判を裁いたんです差別と偏見に満ちたあの非公開の裁判は不法であったとさてところで皆さん 人間の歴史には間違った不正な裁判が数多くありました差別と偏見に基づいたもの権力者のエゴとか傲慢を満たすためのものあるいは神の名で行われた不正な裁判がたくさんあったのですけれどもそのすべてが後に来る究極の裁判によって裁かれることになりますそれはイエス・キリストがこの世に戻ってくる時に実現しますししかしながら その中でも最も厳しい裁きを受けるであろうと思われる裁判は今日私たちが見ていく今日のの聖書箇所の裁判でありますねえそれはこの上もなく不正な方法で非公開に最も罪のない人を最も残酷な方法で死刑にしてしまったという人類史上最大の冤罪裁判でありました。ししかしながら えー、この出来事の中に私たちの生き方を変革する大きな鍵があるのでありますね、えー、今日の話の結論を先に言いますとこういうことです神の裁きを認めることが平安への道ということを話したいと思います、えー、不公平なことがあまりにも多いこの社会そしてあまりにも理不尽なことの多いあなたや私の人生 ね、正義の神がちゃんと見てくださっていてやがてきちんと裁いてくるくださる時が来るということを知ることで得ることができる平安があると思いますそういう話をしていきたいと思います。 はいよろしいでしょうか、えー、本日のですね聖書箇所は「マタイの福音書26章」の57節から見ていきたいと思いますけれども、えー、文脈はですねあのイエス様の『交渉外最後の夜』がずっと続いてますね弟子たちと杉越の食事を持たれた後でイエス様は彼らを伴ってゲッセマネの園というところに行かれましたそこで最後の祈りをされて えー、その後で、えー、弟子の裏切ったユダが兵隊を引き連れてやってきてその場所で逮捕されますで、えー、今度は大祭司の官邸へ連れて行かれるんですけれどもあのまず最初に、まあ、その官邸内にあったと思われる元大祭司のアンナスという人のところに最初に連れて行かれるということがヨハネの福音書の方に書いてあるんですね でそこでまず侮辱を受けるんですがその尋問と侮辱を受けるんですけども、えー、その後で現職の大祭司であるカヤパのところに、えー、連れて行かれるわけですね同じあの場所にあったと思われますで、えー、そこを今日は見ていくんですが、まあ、そのカヤパのところでね、えー、あの尋問を受けている今日の裁判受けることになる裁判の中で、えー、同時進行でペテロが イエスなんか知らないという失敗をやらかしてしまうんですがそれは前回、えー、学んだ部分ですね先に前回その部分を見ました今日は裁判の場面を見ていきたいと思いますはいじゃあマタイの26章の57節から見ていきますはい57節人々はイエスを捉えると大祭司カヤパのところに連れていったそこには立法学者たち長老たちが集まっていたと。 さあこの大祭司カヤパはこの年の大祭司であったというふうに書かれてあるんですが大祭司というのは本来は終身職なので一度なったら最後まで死ぬまで大祭司というのが本当なんですけどもえ当時ローマが支配していたので一人の人への権力集中を避けるためにローマが毎年大祭司を任命するというえ形になっていたわけですね。そしてこのカヤパが大祭司だったわけです でえー、ここで集まっているのは、まあ、ユダヤ議会サンヘドリンと呼ばれている、えー、ユダヤ議会ですね、まあ、イスラエルの国の国会のようなものでこの議会が裁判所も兼ねていたということですねでサンヘドリンの、えー、議員の人数は71名ですが、えー、この場面では夜明け前の緊急招集なので、まあ、おそらくは全員は集まっていなかった一部だけだったと思いますね はい。こういうシチュエーションでイエスが裁かれていきます。59節に問います。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとしたと。 裁判とは何のためにやるかというと罪があるかないかを判定するためにやるんですよね <laughs>、えー、死刑のために偽証人を立てている時点ですでに、えー、この結論ありき最初から結論ありきのこの裁判の不法性がここにね現れていると思いますね、えー、60節と61節多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかったしかし最後に 二人の者のが住み出てこう言った「この人は私は神の神殿を壊してそれ,それを三日で立て直すことができると言いました」えー「偽証人を立ててるぐらいなのでもっとしっかり口裏を合わせておくべきだったんですけど <laughs> <laughs> え、ね、段取り悪いあの裁判があまりにもバタバタと始まってしまった」 たために根回しががすすぎて <laughs> セリフが食い違っっちゃったわけですね <laughs> 残念まさか <laughs> ねえー、でですねこの神殿を3日で建て直すというのは確かにイエス様これとね似たようなことを言っていらっしゃいましたが、えー、マルコの福音書の方を見るとこのセリフも何人かで言ってるんだけどセリフがやっぱり合わないと。 <laughs> ということでそれも有効な証言にならなかったということが書かれてあります <laughs> さあねあのなんかこうはいグダグダになってきました裁判がね <laughs> 62節「そこで大祭司が立ち上がり、えー、イエスに言った何も答えないのか <laughs> この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことか?」 えー、段取り通りに行かないのでもうしびれを切らした大祭司が、えー、強引にイエスから自白を得ようというそういう魂胆ですねこれね63節しかしイエスは黙っておられたそこで大祭司はイエスにいた私は生ける神によってお前に命じるお前は神の子キリストなのか答えよ <laughs>、えー、当時の由来のこの裁判制度では まあ、今,日同じ今日と同じように黙秘権が認められていたんですねそれだけすごくしっかりしていたんです裁判制度がねその権利を行使してイエス様が黙っていたんですが、まあ、大祭司が最後の切り札のような形で神の名で答えろというふうに、えー、カードを出したわけですねでイエスはこの問いには答えあのね避けることができないこの問いをなのでお答えになるんですけどもどちらかというと私の まあ感じ方ですけどこの究極の問いを引き出すためにわざとここまで黙っておられたのかなというそんな感じがするんですよね自分が何者であるのか誰にも誤解のないように明言するチャンスまさに確信をついたその質問をあえて待っておられたんじゃないのかなとこの次のイエス様の一言は彼らに対してだけではなくて後の世界の全ての人に対する宣言になっているわけですね 何をおっしゃられたのか六十四節イエスは彼に言われた、うん、あなたが言った通りですしかし私はあなた方に言いますあなた方は今からのうちに人の子が力ある方の右の座につきそして天の雲とともに来るのを見ることになります、うんえー、イエス様はその通りだとまさにその通りだとお答えになったんですよね人の子というのはこの救い主メシア まあ、キリストと言ってもいいでしょう同じ意味ですけどの称号ですつまりご自身を指して言っている力ある方というのが父なる神ですねつまり、えー、神のこの栄光とともにやがて私は来るよという再臨の予言をしているわけですが。 最初にイエス様が来られた時には受難のしもべとして来ていますがやがて来る時には裁き主として私は来るぞというふうに宣言しているわけですよつまりイエス様がこのカヤパに対してね何を言ってるかというと あなたは裁判官として私を裁いているけれども、本物の裁判官として私自身がやがて戻ってくる時が来る。その時にはあなたと、そしてこの不正な裁判を裁くことになるよという意味を持たせているんじゃないかと思う。そして、私にはそう聞こえるんですね。そして、えー、ある意味、この大祭司カヤパもこういうニュアンスを組み取ったんじゃないのかなと。つまり、 神への冒涜だと後で言うんだけども、それだけじゃなくて、裁判官である自分への冒涜だという、そのニュアンスを、汲み取って、それもあって、カンカンに怒ってんじゃないのかなというふうに、私には見えるんですけどいかがでしょうかね。65節。<laughs> そう、それで破いちゃったんです。<laughs> 何を破いちゃったのか、65節。<laughs> それで破いちゃったのかって <laughs>、ねはい。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていた。ブリーッ <笑><笑>えー、この男は神を冒涜したなぜこれ以上承認が必要かなんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ66節どう思うかすると彼らは「彼は死に値する」と答えた、ねえー、今の日本の社会で神の冒涜をしても 捕まらないですけど当時のユダヤでは神への冒涜は大罪ですね、えー、そしてイエスの発言は自分を神と同一視しているイエスもそういう意味合いで言っているし彼らもそれをしっかりと捉えたんですねでところで、ね、イエス様こういう危ない発言をする前にこれ言っちゃったら死刑になるかもって分かってなかったんですかね <laughs> えこれはイエスでなくてもこれ言ったらもうやばいだろうということは分かるはずなんですねなぜそんなことをあえて言ったのか身を滅ぼすようなことをそれはイエスが本当にそういう方だからですね人は自分のついた嘘のために死ぬことはできません嘘は自分の身を守るためにつくイエスがご自身の言った通りの存在でなかったら なぜイエス様があえてこんなことを言うのか誰も説明できないここにイエスの神聖神であることの信憑性がこの一言の中に込められているわけですはいえー、67節ねそれから彼らはイエスの顔に唾をかけ拳で殴ったまたある者たちはイエスを平手で打って当ててみろキリストお前を打ったのは誰だと言った これ法廷ですよまだ、ね、<laughs> まだ法廷にいるんだ彼らはね神に仕えているはずのそして裁判を司さどっているはずの人たちが、まあ、なんと暴力的でありましょうか <laughs>、ね、正義の名のもとに行われた裁判は正義のかけらもなくこうして終わっていきましたということですねさてこの後で まあ夜が明けてからもう一回彼らはねなんかオフィシャルな形で議会を招集してもう一回ちょっとちゃんと正式にやり直そうということで同じようなね少し違いますけど同じようなやり取りをもう一回形式上繰り返すそこで正式に死刑が確定という形でまあ話が進んでいきますさてところでこの ね、あのサンヘドリンの、まあ、要するに国の指導者たち宗教的な指導者でもある人たちは宮殿、えー、立法という彼ら自身が定めたいろいろな規定を持っていたんですがモーセの立法ではない彼ら自身の規定がたくさんあったんですけどもその宮殿立法では、えー、裁判をどうやって行うべきかという規定もたくさんあったんですねところが彼らは自分たちで定めたその規定をことごとくこの裁判で違反しています でこの決まりの多くは冤罪を避けるために作られたセーフティーネットなんですね、えー、どういうものがあったかというとあのたくさんあったんだけれども例えば、まあ、ちょっといくつか抜粋しましたこれ、中川先生の本からあの抜粋してますけどこれよりもも,もっとたくさんあるんですねけれども、えー、例えば、午前9時前に裁判を行ってはならないと。 寝ぼけ眼で間違った判決をしちゃいけないからですね。裁判は。すべて公開とする。<laughs> ね、自白のみを。証拠として有罪にできない。ね。えー、前回一致の。有罪判決は無効。あのー。つまり。何十人もの議員が、俺絶対こいつ罪あると思うって。ぴったり。言ったら。 それちょっと怪しいでしょってつまりあの事前に口裏合わせている可能性があるからそうなったら無効だとところがこの,あの裁判では、まあ、他の福音書を見ると全員一致だったというふうに書いてあってつまりこの規定を、ね、自分たちで決めたこれらそしてこれ以外もたくさんの規定を、えー、自分たちで破って唯一歴史上罪のないしかも 真の大祭司であり真の裁判官である方を偽の大祭司であり偽の裁判官である人が代表になって罪に定めるということをしてしまったこれは恐ろしい罪でありますねしかしながらひと事ではない彼らは人類の代表としてこれをやってしまったんですすなわち私たち自身の罪もそこに 見ることができるかもしれませんということで今日は後半は <laughs>、えー、ここから後半に入っていきたいと思いますけれども <laughs> 大丈夫です <laughs>、えー、今日の話のポイントは皆さん覚えてますか、はい、神の裁きを認めることが平安への道というのが今日の話だというふうに冒頭に言いましたけれども。 これはつまり、神に代わって、私が裁判官であることをやめようではないかということですね。<laughs> あの冒頭にですね。あの歴史の中のすべての裁判を神はやがてさが裁くことになるというふうにね。 言いましたけれどもそこで言ったこのあらゆる裁判というのは何も法廷で行われた公的な裁判のことだけではなくて私やあなたが個人レベルで日常生活で行っているさまざまな非公開の裁判、ね、<ー>もうやがて白日のもとにさらされる時が来ますということです。ね なので、えー、神の、神だけが裁き主で、あなたは裁判官ではないのだということを認めてくださいという話をしていくんですが、えー、裁判官を降りた人はどうなるか、3つの特徴を話したいと思います。はい。ね、裁判官を降りた人は、1つ目、<laughs> 神の裁きを恐れなくなります。神の裁きを恐れなくなります。本来は、 神の裁きほど恐ろしいものはありませんイエス様は魂を地獄に落とせる方こそを恐れなさいと言われましたそれは恐ろしいことです神の裁きは恐ろしいことですしかしその方があなたのことをもう裁かないよとこれはもちろんイエス様をあなたが信じたならということですけどねその方がもうあなたを裁かないと断言してくださっているなぜかというと イエスが裁かれたからでありますね。神の裁きを認めて、自分が裁判官を降りるということはどういうことかというと。神がその怒りをどこに下されたかということをしっかりと汲み取ることでもあります。あのヨハネの三章十八節ね、えー。こう書いてます。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。 神の独り子の名を信じなかったからであると書いています。でねこの世界は神の怒りのもとにあるんだとすでにすべての人は怒りのもとにあるイエスを信じる者は裁かれないと書いてるんですね。ところが悪魔は あなたにその自由を与えまいとします、えー、最近ですね話しておりますけどフェイスブックでね投稿されてシェアされていた面白どあの画像があって画像ねあ,のある人のなんか作文みたいな形式でね書かれてるんですけどこの作文なんですけどね「小学校小学時代の正輝くんへ」「正輝くん元気ですか?」 僕は君に一つ謝らなければならないことがありますインコに人間に戻してを教えたのは僕ですしきりに怖がっていましたね人間を鳥にする呪いな呪いなんて ないから安心して大丈夫です <laughs> 分かったこれ <laughs> これは確かに怖いよ、ね、自分がインコ飼っててさ人間に戻して人間に戻してって言ってたらこれゾッとしますよ確かにね <laughs> ひどいもんなんで、ね、これね、えー、ね面白いですけどね話を戻すと悪魔はあなたは相変わらず呪いの元にあるって言うんですよ すでにもう存在してないはずの神の怒りの呪いのもとにあなたはいるんだと怒りは去ってないぞとそして「立法」という鳥籠の中にあなたを閉じ込めるんです「お前はこのインコだぞ神の怒りは去ってないお前は立法に縛られているんだぞ」というふうに言うんですね、えー、そして「えー、悪魔」はあなたに「 ごめんあれ嘘だったって謝ってくることはありません <laughs> なのでこの声には耳を傾けないでください神が許したと言っているのでそれを受け入れてください神が許したと言っているのに相変わらず自分を裁いてそして罰しているのであればそれはもしかしたらあなたは神の代わりに自分が自分の裁判官になっているということかもしれませんそしてそれをしてしまったのがユダでありますね えー、ユダは、まあ、この後のマタイの27章で、ね」でこういうふうに書いてますその頃イエスを撃ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し銀貨30枚を再始長たちと長老たちに返していった私は無実の人の血を売って罪を犯しましたしかし彼らは言った我々の知ったことか自分で始末することだそこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った そして出て行って首をつったと書いてますねでこれを読んでまあユダはちょっとこれかわいそうだよねという人がいますユダは悔い改めてるじゃないかというふうに言いますしかしユダは悔い改めたのではありません悔いただけですえー、ユダはまあこれはですね今年の初めにユダとペテロの比較をしたメッセージをした時にも あの語った内容なんですけどユダはペテロと同様に過ちを犯した後でも許しを受け入れて再スタートするチャンスがちゃんとあったんですねけれども自分が神の代わりになって、えー、自分自身の裁判官になって自分を罰してしまったんです謙遜に見えて実はこれは傲慢です 自分の罪の落とし前は自分でつけようという態度だからですそしてこの思考パターンが実は聖書以外のあらゆるこの世の宗教の根底にある考え方すなわち人人間間の罪は人間が自分でで処理をすするという考え方ですこれがいわゆる技による救い神の恵みじゃなくて神の手によってではなく自分自身でなんとかしようというそういう態度に作っ 繋がっていくわけですねその方向性では救われないんだよというふうに聖書は言っていないでしょうか。自分を罰する傾向のある方はまあそういう私も大いにその傾向があってこれは自戒を込めて言うんですけれどもそ,のそれは自分にとってね自分はその方が謙遜だ自分で責任を取っているというふうに感じて思ういらっしゃるかもしれませんが実は根底に 高慢があるるととというここをまず認めて食い改めてろから始めるる必要があるかもしれません許しを受け入れることがそして神が許してくださったのなら自分も自分を許そうというふうに受け入れていくことが本当の謙遜で本当の平安につながっていくと思いますで一応補足として言っておきますと自殺をした人がユダと同様 あのみんな地獄に行きましたというふうに断言することはできないと思いますね。うん、あのユダはイエス様の弟子で特権的な立場にいましたので、うん、ごめんなさいねねちょっと、ねうん、大丈夫、うん、<laughs> あの特別厳しい裁きには合ってると思いますがみんな同じベースで考えることはできないと思います。でそのこともあのこのメッセージの最後で少しあの触れたいと思いますね。はい、これがつつ目2つ目 えー、神の、ねえっと、裁判官を降りた人は神の裁きに委ねます一つ目は自分自身に対する裁きの話をしたんですが二つ目はこれはあ他者に関する裁きですね。特に、えー、あなたの周りにいるもうあのー、ねもうあなたの周りにあるやりきれないようないろいろな不公平とか不正とか。 またはあなたを不当に虐げる人々ね今パッと頭に思い浮かんだ思い浮かんだその人ね <laughs> 私何にも悪いことしてないんだけどなということがあるでしょうきっとローマの12章の19節にこう書いてます愛する者たち自分で復讐してはいけません神の怒りに委ねなさいこう書かれているからです復讐は私のもの私が報復する主はそう言われます 正当な仕打ちを受けたり正当な権利が踏みにじられたりする時にもちろん私たちは知恵を尽くして正当防衛をしたりあるいは平和的に解決する努力っていうのが、まあ、必要な時があるそれが駄目だっていうことではないしかし不正の力が大きすすぎて無力を感じることもやっぱりありあますよねあの,力の及ばない悪に対してもう本当にあの無力感を感じるということが ありますしかしそれも永久に放置されることはありません時が来れば究極の裁判官である方がさばいいくださいますそれは地上で起こるかもしれないしもし地上で起こらなかったとしても究極的にはやがてイエスが来られれる時にそれをしてくださいますイエス様は隠れていることで明るみに出ないことはないのだというふうに言ってくださいました。 えー、この世界で本当に虐げられている人がたくさんいる中で、えー、その方々にとってこれが大きな慰めとそして平安になるのではないでしょうか、えー、誰かを傷つけたり傷つけ返したりねあるいは血を流すような方法で強引に問題解決をしなくていいんだよとやがて裁判官が裁いてくれる。 と信じるということですが、そのモデルが今日の裁判のイエス様の姿でありまして、えー、その姿をねペテロがこういうふうに第一ペテロの二章の二十三節でねこういうふうに描写しています。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。 とペテロは言ってるんですけど、このイエス様は裁判を受けてる最中、ペテロはすぐその外にいて、イエス様知らないって言っちゃったんだよね。では、その自分と対比して、いかにイエス様がこの,この世の悪に対しても、あえてこの身を委ねておられたのか、もちろん究極の勝利のためですが、その姿をイエス様は驚嘆を持って、このように書いているんじゃないかなと思うんですよね。うんえー いかがでしょうか <laughs> あの一昨日のことなんですけど、えー、小学1年生の娘が夜寝る時にあの妻にね報告したんですねこういう報告を「今日学校ですごく嫌なことあったの?」って「<ー>あの何々ちゃんが私のことすごくバカにしてきてあのルカちゃんってほんとバカだよね」って言ってくるのをすごく。 すごく傷ついた、すごく嫌だったっていうふうにね、言ったんですね。そしてね、こういうふうに言ったんですね。何々ちゃんはイエス様信じてないのかもね。でも私はイエス様信じてるから、バカって言わないことにするっていうふうに言ったんですって。で、この報告を聞いてね、あの、父親である私としては、二つの感情が同時に来ました。一つは、傷ついた娘と一緒に胸が痛い。 ということとイエス様を信じてるから悪に対して悪で返すまいとするその姿勢を本当に誇りに思いましたね嬉しかった天のお父さんも一緒だと思うんですよねあなたが不当な仕打ちを受けている時にあなたと一緒に主は傷んでおられますと同時にもしあなたがイエス様を信じてるから悪に対して悪で返さないことにしようと決意するならば きっとあなたのことをとても誇りに思ってくださると思いますね。これはすごく難しいことで自を込めて,言っておきます <laughs>、ね、私がそればっちりできるってことじゃないですからね。本当に。はい、いやもうなかなかね。娘から学ぶことが。<laughs> はい、えー。3番、ね、丸三はい。丸は裁判官を降りた人は。 神の裁きを裁かないようになると思いますね今日の聖書の箇所は人間が神であるイエスを恐れ多くも裁いてるんだよね聖書を見て皆さん神様の裁きに不満を抱いたことないでしょうか私は大いにあります例えば旧約聖書に出てくるいろいろなあの厳しい神罰の記述はもう読むのは嫌でしょうがないというね <laughs> これ神様厳しすぎないと言いたくなるようないろんな出来事ありますよねでさらに受け入れるのが難しいのが聖書に書いてある「永遠の滅び」イエス様を信じなかった人は滅んでいくというそういう、えー、記述ですよね、えー、皆さんの中にもこれ本当に受け入れるの難しいという方がいらっしゃると思いますその感覚は非常に自然だし私もよくわかりますししかしながら これは突き詰めれば神の裁きにケチをつけていることになってしまうかもしれません。例えば先ほど少し言ったユダのケースを考えるとユダはさっきのね、まあ、さっきも言ったように悔い改めたんじゃないのとだからユダも結局イエス様最後は許したはずだよ。ユダも救われたんじゃないのかなそう願うよという方もいらっしゃるんですが イエス様はユダについて何と言ったかというと、こういうふうに言われましたね。マタイの26章では、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。これは本当に厳粛な厳しい一言ですね。ヨハネの十何章では、ただ滅びの子が滅びましたと言いました。滅びるかもしれないというような曖昧な言葉ではない。断定的に言われたんですね。イエス様が、 こう、これほどまでに断定的に言わなければならなかった時に、どれほどの無念さと苦しさと悲しみを持ってこれを、この裁定を下されたのでしょうか。そんなにあやふやなことをイエス様は言われたんでしょうか。そういうイエス様の気持ちを無視して、いや、イエス様あなた優しいから結局許してあげるんでしょうっていう、そういう態度でイエス様に接するっていうのは、それはもしかしたらあなたがイエス様の上に立って、 イエス様の裁きを裁いていることにならないでしょうかねで、こういう考え方をする方々は万人救済説であるとかセカンドチャンス論という考え方に立っている方に多いですね万人救済説というのは 結局最終的には地獄に行く人は誰一人いなくて神様は全部神様愛の神なのでみんな救うんでしょという聖書の捉え方でそれがいかに間違っているかということは私あの何年か前に3回ぐらいのシリーズでがっちり解説したのでまあそれはあのここでは繰り返しませんがあのそこまでいかずともあの全員と言わずともえセカンドチャンス論 もう1回チャンスがあるんだよつまり、えー、死んで黄泉に下った魂にイエス様が直接福音を伝えに行ってもう一度応答するチャンスを与えるのだという聖書の、えー、捉え方があるんですねでこれは福音を聞かずに死んだ人であるとか信じなかった人が多い、えー、この日本では非常に魅力的に聞こえますが非聖書的です えー、このセカンドチャンス論のお根拠と根拠となる成果がいろいろありますっていうふうに言うんですが、まあ、それをですね今日ここであの一つ一つ検証していくことはしません、えー、が、まあ、例えばですね私が最近聞いたものであるとあの例えば詩篇の139編にね8節のところでダビレがこういうふうに言ってるところがあってたとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ 読みに徳を設けてもそこにあなたはおられますという、えー、とこの役はねあの第3版新海訳第3版でね「読みに徳を設けてもいる」と書いてるじゃないかこれはつまり読みにいる人にも神様がもう一回チャンスを与えるということじゃないかというふうに読んだらそれはあまりにも強引な飛躍ですよねと思いますけどねこのダビレが書いてるのは「神の偏在性」 ね、神の支配と主権はいかなるところにも及んでいるというそういうことを言ってるわけですよねでこれは、ね、神の支配がどこにでもあるということは神に従う者には慰めだけれども背く者には恐怖なんだよでその証拠にというかねあのその後の11節のところでダビデはこう続けてるんですよねたとえ私が「大闇を私を追え私の周りの光を夜になれ」と言っても「 「あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです」って言ってるんだけどつまり「仮に私が神に背いて隠れようとしても無駄です」というふうに言ってるわけだよねつまり <laughs> 神につく者にとっても隠れる者にとってもいずれにしても神の支配は恐るべき驚くべきことだということを表現しているのであってこの聖句をとってああ イエス様がまた福音を伝えに行くのだというところに結びつけることはできない。で、えっと、これ以外にもいろいろとあのね聖句を上げてこれが根拠だというふうに言うんだけれどもことごとく文脈を無視していたりあまりにも曖昧などうにでも解釈できるようなところをピックアップするんですよね。でえっと詳しくは。 ウィ,リウィリアム・ウッド先生の <laughs> ウィリアム・ウッド先生ね、えー、来週ウッド先生のメッセージなんですけど <laughs> ウィリアム・ウッド先生の「セカンドチャンスは本当にあるのか」という本がありますので、えー、本当に真剣に検証してみたいと思われる方はぜひこれを読んで、えー、検証してください。買いいいい方は、えーとうん、あのウッド先生が率いている真理の見言葉伝道教会という 団体ののホーーームムページの問い合わせフォーム、ね、そこからメールを書いてこれ買いたいですと言ってくださいそのリンクが、えー、動画説明欄に貼ってありますこのね YouTube のなのでそこからアクセスして是非お買い求めくださいでもう一つ紹介したいのはあの最近私たちのこの礼拝でもメッセージしてくださっているシンガポールの松本先生もあの YouTube の聖書講座の中で あの一昨日、一昨日このテーマでお話しされていて、たまたま見つけてね、この超タイムリーと思ったので、そのリンクも貼ってありますので、そちらも20分ぐらいで簡潔にご説明してくださっていますので、ぜひそちらもご参照ください。はい、いずれにしてもねあの、間違った距離というものは、 まず自分の願望とか先入観とか常識が先行してそれに合わせて自分の好きなちょうど良さそうな成句をいくつかピックアップしてほら書いてあるじゃないかというふうに出来上がっていくんですね。私にはセカンドチャンス論はその典型のように見えますが、えー、皆さんがどうなんだろうかそうなんだろうか、ね、私今ここで詳しく検証していません。ご自分の目で本当に 検証さされたたいいと思ったらご自分で確かめてください、はいでねえー、もう一つ補足しておくとセカンドチャンスがないからといってじゃあ未信者のまま亡くなった人が絶望的なのかというとそうは言い切れないということも、ね、知ってなきゃいけないんですね。というのは福音を聞かなかった人にもすべての人に神に関する情報、ね、啓示 は与えらられているからですそれは自然界であるとか人間の良心とかを通して人は神創造主を知り得るということが主に「ローマ書書とかに、ね、書いてあるわけですべ、ね、ての人は神に応答するチャンスが与えられている」というのが聖書の立場でその光の量自分に与えられたその量にどのように応答したか。 とということに応じて神はお裁きになる応答している人にはさらに神に関する情報が与えられていくというのが基本的な原則なわけですねで人がイエス・キリストに出会うっていうのは、えーまあ、これはねウード先生も松本先生も中川先生も言ってることですけど死の間際に夢でも幻でもイエス様が現れて出会うこともできるんですよ。 ね、そうなるかどうかわからないよでもそれもありえるんですよつまりその人がどんな形で、ね、人生のどんなところでどんな形でイエスと出会っているかは誰にも分かりません、うん、表面に出ないことだってありますなので早がてにしてしし絶望してはなりません重要なことは心配だからといって自分の願望をもとに 聖書に書書書かれていないいいななな勝手な筋書きを作らないとということですで聖書は一貫して「この地上が応答の場所であると」と、ね、だから「今応答するのですよ」「今福音を伝えるのですよ」という切実なメッセージで満ちています「応答の場所が後もあるよ」「後でもあるよ」というそういう解釈は聖書はそういうことは一切聖書は言っていない。 ななので勝手に想像してはいけないいけと思いますねさてあのここで最後にですねある人にビデオで証しをしていただきたいと思います、えー、この方はあの私たちが入っている聖書,フォーラム聖書研究のフォーラム運動というものの、えー、奈良学園前バイブルスタディの森田真二さんという方で、えーまあ、ビデオを作ってくださったんですけども 私のこのメッセージに合わせて作ってもらったんじゃないんだよね。実は、オリーブ協会では、いろんな人の証を、あの、礼拝の中にこれから組み込んでいこうという動きをしていて、まあ、森田さんが、じゃあ私トップバッターやりますというふうに言ってくださったので、じゃあお願いしますというふうに、だいぶ前からお願いをしていて、えー、そしたらですね、今週私がこのメッセージの準備をしているときに、その完成したビデオが来てみたら、 あのメッセージの内容とテーマとあまりにもぴったりだったので森田さんに連絡取ってこれさ僕のメッセージの一部に組み込んでいいっていうのをお願いをして、えー、許可を頂い,いて、えー、ここでこの証を組み込んで、えー、見ていただきたいと思いますじゃあ、えー、はい森田真司さんですどうぞご覧ください小渕沢オリーブ協会の皆様ハレルヤ奈良県在住の森田真二と申します。 これから私はごく一般的な普通の家庭に生まれ育ちましたお正月には初詣に行きお葬式では念仏を唱え結婚式は教会であげるといった典型的な日本の家庭です小学生の頃から塾に通い親の期待に応えるべく 良い大学、良い会社に入り、豊かな生活を送ることが人生のゴールでした。大学生の時お金持ちになるために公認会計士を目指しました。4年かかって、念願の公認会計士になりましたが、やはり激務で、心と体が年々疲弊していきました。28歳の時に結婚して、30歳の時に長男を授かった時 このままではいけないと思い、人生を考え直すことにしました。子供の教育のことや将来のビジネス展開を踏まえ、海外に留学してみてはどうかと思いました。そして、アメリカのビジネススクールで学び、その後アメリカで起業しようと決意しました。こう言うと聞こえはいいかもしれませんが、これは建前で、本音では日本での激務、 しがらみ、周りとの競争から逃げたいという気持ちも強かったですそして31歳の時会社を辞め妻と生後6か月の息子を連れてアメリカのカリフォルニア州はバークレーという町に行きました私は大学受験以来英語の勉強をろくにしてこなかったので英語力は現地調達でした語学学校に半年ほど通い それからビジネススクールに通うというのが当初の計画でしたアメリカについて最初の1、2週間が経った頃トレザー・ジョーズというスーパーマーケットに行った時にアジア系の顔をした女性が突然後ろから日本語で声をかけてくれましたその方は不慣れそうな私たちを見てこのスーパーはこの食材がおいしいよとかこれはあんまりだよとか 色々と親切に教えてくれましたそして帰り際に「もしよかったら自分の通っている教会に来ないか」と誘ってくれました私たちはクリスチャンでありませんでしたし教会にも行ったことがなかったので正直戸惑いましたでもアメリカに知り合いがいませんでしたしアメリカ人と仲良くなれるチャンスかなと思って思い切って行ってみることにしました これは後から聞いた話なんですけども、彼女曰く私たちが初めて会ったその日は曜日的に絶対そのスーパーには行かなかったそうです。でもその日だけはなぜか精霊の促しを感じ行くことにして、そして私たちを見つけて声をかけるようにと促されたそうです。それから私たちはその教会に毎週通うようになりました。さて、 私の妻なんですけども本当にお父さん大好きっ子でアメリカに行ってからも毎日決まった時間にお父さんとテレビ電話をしていました何か特別変わったことがなかったも「元気?」とか「ちゃんとご飯食べてる?」とか言った会話をして本当に楽しく話をしていましたまた妻には2歳年下の妹がいましてこの子が本当に面倒見がいいんです 私たちがアメリカの中で引っ越しをするときにわざわざ日本から駆けつけてくれて手伝ってくれましたこのギフト・ギマイが2人揃ってアメリカに遊びに来てくれたこともあってそれが今でも一番の思い出ですそんなある日日本から一本の電話が入りました朝早かったので何かなと思って出てみたらそのギフト・ギマイがなくなったという知らせでした 彼らはタイにツアー旅行に行っていたんですけどもその旅行先に乗っていたバンの運転手が居眠りをして追突事故を起こしたそうです父と妹のことを本当に愛していた妻はフローケの底が抜けるほどどん底に突き落とされましたこのことを聞きつけた教会の人たちがすぐに駆けつけてくれて私たちに 食事をくれたり慰めてくれたりと本当に優しくしてくれましたそれからすぐ日本に帰ってお葬式を済ませそれから弓道生活が始まりましたギフトギマイは確かになくなったけれどもそれで本当におしまいなのか死後にも命があるのか死後の世界はあるのかあるんだったら今彼らはどこで何をしているのか それを徹底的に追求することを始めました。これは例えるなら、迷子になった愛する我が子を探すことに似ていると思います。我が子がいなくなったら、親は一生懸命探しますよね。そうした親にとって、きっとどこかで元気にしているはずだから、元気出しなよといった言葉は、何の慰めにもなりません。何県何市何番地にいるから大丈夫だよという言葉こそ、 初めてその親のとって励ましになる言葉になるのではないでしょうか私たちはそういった気持ちでお父さんと妹の死後の命を追求しましたスピリチュアル占い霊媒臨死体験量子力学などありとあらゆる情報を探しました妻は死んだ霊と話ができるという本を書いている先生に会うために わわざわざ東京にままで行きましたしかしどれも情報不足論理的一貫性がない人によって言うことが違うなどこれが真実だと納得できるものは何一つありませんでしたそうこうしているうちに1か月が経ち再びアメリカに戻りました私たちは空いた時間を使って真実を探求するそうした日々が続きましたそんなある日 ある真実追求系の YouTube チャンネルを見たときに聖書というキーワードが出てきましたそして私たちは聖書について調べました妻があるとき想像論に関する動画を見つけましたそして大声で私を呼びつけ私はそれを見ましたそれを見たとき私は大声でガーンと言いました 私たちが今まで何の疑いもなく信じてきた進化論が単なる仮説でしかなかった。自然界には天地創造の神様がおられるという証拠がたくさんある。ノアの洪水は本当にあったんだといったことが分かり衝撃が走りました。それから聖書について深く学び始め中川健一先生の動画にたどり着きました。 中川先生の動画からヘブル的時期通りに聖書を学ぶことの重要性大切さを学びました聖書には宇宙の始まり命の始まり死の始まり死後の世界など私たちの知りたかったことがたくさん書かれてありました確かに聖書にはにわかには信じがたいこともたくさん書かれてありますが聖書を時期通りに解釈したときに これらは不思議な調和を持って論理的に一貫したものとして理解することができます。この聖書の説得力に私たちは圧倒されました。聖書から真実の匂いがプンプンと漂ってきました。実は私たちは中川先生の動画を過去にも見たことがありましたが、その時はあまり関心がなかったのであんまりよくわからなかったんですよね。でもこの時は 聖書に真実が書かれているかもしれないと思って学んだのでどんどん理解できましたそして聖書にこそ真実が書かれてあるこの聖書を否定することはできないと思うようになりました聖書にはイエス・キリストを信じずに死んだ人は燃える火の池で永遠に苦しまなければならないと書かれています亡くなったギフトギマイは私たちの知る限り イエス様様を信じていたた子は皆無でしたということは彼らが亡くなる直前に神様の特別な介入がない限り彼らは永遠の滅びに行ってしまったということになりますこのことをすぐに受け入れることは到底できずセカンドチャンス論の教えに惹かれることもありましたでも聖書を辞儀通りに学べば学ぶほど神様が愛であり義であるということが分かりました 父と妹のことを世界で一番愛している妻よりも、はるかに彼らのことをよく知っておられ、また愛しておられる神様に、信頼しよう、おいだねしよう。この神様が完璧に公平に裁かれた結果が永遠の滅びならば、それは仕方ない、納得の上受け入れよう、と思った瞬間に、心に平安が宿りました。自分たちにとって、 都合の悪いことであっても真実こそが真理こそが妻の心を救ったんですそして私たちはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ墓に葬られ三日目によみがえられたことを信じ夫婦揃ってクリスチャンになりましたその時からかつてのように神様を無視し 地上に富を積むことばかり考えていた生き方を悔い改め神様の御心に従って天に富を積む生活を送るようになりたいと思うようになりました正しく解釈された御言葉には力があります私たちはそれから御言葉を学ぶことを最優先にし御言葉から力を得て神様を賛美する生活が 夫婦揃ってできるようになってきましたコロナ禍にあっても私たちに与えられている神様の希望を見上げ心平安にいられることを心から感謝していますこの神様にすべての栄光がありますようにアーメン以上となりますご清聴ありがとうございましたはいありがとうございました森田真二さんでした 彼らの人生に働いた神の導きと摂理、ね、を賛美せずにはいられないと同時にやはりここで感銘を受けたのは自分の都合とか願望に引き寄せて聖書を理解しようとしていないっていうところに、ね、やっぱりあの驚きを覚えましたね私はね。厳しく見える聖書の部分も 神の裁きをそのまま受け入れて人間にわからない部分は分からないでいいのだ。神は信頼できる方だからという姿勢でありのまま聖書を受け入れる時に彼らは本物の平安を得たというふうに言っているわけですよね。これが神の裁きを裁かない姿なんじゃないかと思うんですよね。えー、あなたはいかがでしょうか。神様の公平な裁きに全てを 委ねて行こうではありませんか。はい、じゃ、あお祈りします。愛する天のお父様、ま、ありがとうございます。えー、私たちは、本当にいつも、もう、無意識のうちにも、自分が裁判官になって、いろいろなことをさばいていく。そういう性質が、もう、罪の性質としてあります。 神様どうぞその座から降りることができてあなたにおいだねすることができて本物の平安が心に宿るようにしてくださいお願いしますイエス様の名前によってお祈りしますアーメンアーメン。メン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか 現金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。